赤尾里氏赤尾里氏赤尾瓶、1899年、明治32年1月15日から1990年、平成2年2月6日は、日本の保守政治家、右翼活動家、衆議院議員、第二本愛国党初代総裁。当初は、社会主義者であったが、社会主義者として活動した後、1926年、昭和元年に、 天皇制社会主義を理想として民族主義者に転向。1942年、昭和17年には衆議院議員に当選した。1945年、昭和20年の敗戦後、政治活動と講演活動を行い、1951年、昭和26年新米反響を訴える第二法外国党を総投した。特に、 銀座スキア橋などでの辻説法による過激な街頭演説で有名であった。赤尾里氏は1899年、明治32年1月15日、愛知県名古屋市東区の金物省の息子として生まれた。彼の父親は家業である織物業を継がず、中小企業者になって、金物、木炭販売、漁業、牧場などを手広く経営しており、自由主義者の知識人であった。 高等小学校に入学した時に、ある教師から、太閤秀吉は、ゾ理取りから天下を取ったと言われ、俺だって勉強すれば、総理大臣になれるとの夢を抱いたという。その時から彼は、総理大臣を、将来の希望とした。旧制愛知第三中学、現在の愛知県立津島高等学校に進学後、結核を患ずらう。一時、彼は療養のため、 親元を離れ三宅島に移る。そこで、小説家、武者の工事さねやつが唱えていた、新しき村運動、原始共産性実現を目指した、社会運動の実践を志し、実業家であった父から三宅島の牧場の経営を、委ねられたという。貧困の中にあった島の小ジらを引き取って、共同農場を運営した。農場では、階級の別なく平等に作物が分配されるなど、 ユートピア的な制度が用いられ、新しき村運動に賛意を示していた、小説家、高田露伴は、赤尾の理想に共感して彼と面談している。またこの時に、三宅村上月地区の急名主、浅沼家とも知り合い、後に日本社会党委員長となる、浅沼稲次郎や大日本愛国党参与となる、浅沼道を、稲次郎とは当園になるらとの交流が始まった。赤尾は仲間らと共に、 理想社会を建設することを夢見たが、農場は、島の有力者らに騙し取られる。苦い経験をしつつも、東京の堺俊彦、山川仁志、大杉久志、高畠元幸のもとで、社会主義を学び、堺や後の日本共産党書記長、徳田九一らの支援を受け、名古屋で、東海農民組合連合会や釈屋人同盟を作り、左翼運動を行う。 軍事協連の最中に天皇制への批判演説を行い身柄を拘束されたほか地元財界の有力者に活動資金の寒波を要求したことが強括未遂とされて逮捕されたその際それまで同志だと思っていた愛知通信の記者から手のひらを返したように批判されたことで左翼運動に深く失望した赤尾は獄中で転校を決断する赤尾は獄中で 仏教、儒教、キリスト教などの書物を読む。1926年、高畠元幸の一派と交流を深め、命令に対抗するために、建国祭を企画。建国祭は、荒木佐田親平沼紀一郎らの賛同を受け、全国で12万人を集め成功に終わる。赤尾は建国祭の常設機関として、建国会を結成、会長に、上杉新吉、建国祭準備委員に、 高畑元行初期長に、高畑文家のつくいたつを、古門に、東山光と、平野巻一郎を迎え、永田秀次郎の援助も受け、理事長に就任する。会の具体的な行動の一つとしては、1933年、頃に紀元説にちなんで、新しい節句、梅の節句を考案、神武天皇を最上段に祀った人形まで、作られたが、広まらなかった。 大東亜戦争に関しては、赤尾は、アメリカと戦争するのは、共産主義ソ連の策略に乗るだけであるとして、台米戦争に激しく反対した。このため右翼でありながら、戦時下の政府の国策に敵対する、反体制派であった。1942年の翼山選挙では、東京六区から出馬し、大政翼山会の推薦を受けない、非推薦候補ながら、当選を果たす。 トップ当選であり、得票数は都内で2位、全国で4位だった。鳩山一郎、斉藤隆雄、中野誠吾、笹川良一など他の非推薦議員と同様に、翌3政治会、翌成に加入はしたが、1943年の第81通常議会では、戦時刑事特別法改正案に抗議し委員を、職、3月8日。また続く第82臨時議会では、 市政方針演説に臨もうとした、東条秀樹首相に対し議場退場処分、同年6月16日、抑制を除名され、議会からも、県籍の懲罰を下されるなど、右翼ながら、筋を通した反体制派議員としての行動が目立った。なお、戦後国会内でのびら巻きにより、元国会議員待遇を剥奪されている、当選無効ではないので、 国会議員であった事実が取り消されたわけではない。選挙報道などでは、その後も元議員として扱われている。1945年8月敗戦後、全土をめぐって、右翼活動と啓発講演活動を通い、敗戦を克服して、再び立ち上がることを主張した。以降、連日東京、スキア橋で辻説法を行った。第二次世界大戦後に、 GHQ によって、公職追放され、追放解除後の1951年、第二法外国党を結成し、総裁に就任。1952年の総選挙に出馬するが落選。以後、新米反共の立場からの右翼活動に関わる。一方で、各種選挙に立候補し、参議院全国区では最高で122,532票、第六回参院選を獲得した。 もっとも選挙のたびに立候補したのは選挙期間中も街頭での辻説法を行うことが主な理由だったという参議院不要論を唱え参院選のたびに自分へも投票せず棄権するよう訴え続けた配下の党員であった山口夫や事件当時は離党が起こした浅沼稲次郎暗殺事件では取り調べを受け島中事件では殺人教唆で 逮捕されている証拠不十分で釈放。沢木光太郎、テロルの決算によると、山口は、浅沼のアメリカ帝国主義は、日中両国人民の共同の敵発言に殺意を抱いたという、このことは本人の残感情にも触れられている。また、赤尾が個人的に交流のあった浅沼を、善人だから、始末に悪いと評したことも、きっかけとなったのではないかとする。 事件後赤尾は、浅沼の妻、京子や三木睦子と電話で連絡を取り合った問い、エピソードもある。1961年2月の島中事件に関連、警視庁は、愛国党の総裁の赤尾里氏が背後にあると考え、同年2月21日、赤尾を殺人教唆、殺人未遂の教唆などで逮捕したが、4月17日、赤尾は、証拠不十分で不起訴になった。 また、アメリカンアセンブリーと国際親善日本委員会が主催していた第二回、下田会議の初日、挑発をなべかせ数人を引き連れて、ロビーに押し込もうとしたことがある。日の丸の旗を振りながらホテルに上がってきた赤尾は、共産主義の脅威と戦うために再軍備すべきだと主張したが、駆けつけた警察に逮捕された。銀座スキア橋での辻説法は、当地の名物であった。 外戦車を導入した右翼の走りとも言われる。1960年1月、警視庁によって赤尾の家から、左派成功文家人とジャーナリスト、学者への嫌がらせに使われた鍵十字ポスターが押収された。浅沼委員長視殺事件当日、その党員十数人は、日比谷公会堂の前から三四番目の席に陣取った。入場券は確保していなかったが、 会場前のダフ屋から購入した。山口が浅沼委員長を襲った直後、出血が少ないことに気づいた赤尾は、隣の人間に、坊や、山口、やり損なったかなと話しかけたという。また、ニュース映画、毎日、ニュースには、坊やがよくやったもんだ、偉いもんだという発言や、当時の日教祖委員長殺害を企て上京した少女を歓迎する様子が残っている。 10月29日、赤尾は威力業務妨害容疑で逮捕された。11月には第二本愛国党が破防法の調査対象団体に指定される。愛国党員だった山口与也が起こした浅沼江ネジロー暗殺事件では取り調べを受けた。赤尾は個人的に交流のあった浅沼を表して善人だから始末に悪いと語っていた。山口の自殺の2日後、 赤尾総裁は、直接の関係は、なしとされ釈放された。ただ、島中事件が起こった後、初めて会場のビラ巻きと、浅沼委員長の演説妨害について起訴された。しかしやはり、疑いなしで釈放された。外戦者には、日の丸や、極日旗と共に、正常旗とユニオンジャックを掲げ、ソ連、中共を叩くために日本は、アメリカイギリスと組むべきとして徹底して、 新米、新英をアピールし続けた。日米安保に肯定的であった。昭和天皇の戦争責任を認めるような発言をしたこともあるが、1989年の参院選、政権放送では、どういた過去が天皇に戦争責任があると発言したことに対し、批判をしている。韓国にも、反共主義のために、好意的であり、北朝鮮打倒のために、 日韓は協力すべきと述べていた。昭和天皇の体操の例に続く、1989年の第15回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から満90歳で出馬、政権放送では、意気健康に演説した。国政選挙の高齢立候補者としては、94歳で、立候補した1953年の第26回衆議院議員総選挙での、尾崎幸夫、 2012年の第46回衆議院議員総選挙での川島、両基地に次ぐ第3位の高齢である。著書は、日本の外交を何とするか、滅教範疎か繁栄前かほか、1990年2月6日午前9時26分、東京都立大塚病院で心不全の試し去。多くの講演活動やスピーチを介して、多くの青年たちに影響を与え、 彼の死後も彼の影響を受けた多くの青年右翼たちが養成された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。